アルデア四天王の声優発表。何か全体的にあざと、というか順当というか、確実に人気が取れそうな配役だなという感じ。チリちゃん想像以上に声低くて性別不詳に拍車をかけてる。あとは沖さんが意外とハキハキ喋る。八作先生沖あゆさんか。いい号泣来てそう。チリ CV 才が見つき、母アンさては少女視聴者の性癖を壊しに来てるな。沖あゆさんあのイケボで号泣するのか。そそるな。才が見つきはもう狙ってやってる。夢女ランキング3連覇狙いに来てそうなチリちゃんでびっくりしたよ。この青木さん正気があるな。でも今年の西暦は4の倍数だし四天王の一員だし公開される月や日数も4の倍数なんだよね。青木って一仕事できそうだね。このチリちゃんが初見だったら男と勘違いしてしまうかもしれねえ。青木さんもっとぶっといイメージあったわ。青木さん真面目な頑張り屋さんみたいだ。青木さんの声が発声練習させられるレベルとはとても思えないんだけど、もしかしてバトル中だけハキハキ喋る設定なのか。小声なのに人の多い宝食堂で離れたバトルコートで声が聞こえるのって考えたらおかしいとはちょっと思ってたけど、逆に大きすぎって言われた可能性。サイガさん、AG 編の衆。高岸さん、ポケマスのポケモンごっこ。鳥海さん、ポケマスのたけしときばな。沖あゆさんなんかポケモン関連出てたっけ。にぃ、ポケスなの鏡博士。チリちゃん夢女殺す気やん。てぃ、イター検索したらチリちゃんの声優さんについてはやっぱり賛否両論だった。チリちゃんで X 検索した感じ、参加さん混じりの悲鳴のが多い気はするな。八作先生とてもいい。うご泣きも楽しみ。八作とポピーがイメージ通り。チリはイメージより声低くて青木は高いと思った。でも実際アニメで見たらまた印象変わるんだろうな。海田ゆきか才賀美月かどっちかチリちゃんに来ないかなって思ってたら才賀美月が来た。今後の SV キャラの声優も意外性を狙わず確実な配役がされそうだなと思った。今回は発表だからちょっと声の出し方はハキハキさせてる必要があったとしたら、青木さん本編でもうちょいハキがない可能性もあると思う。全員で声揃えてタイトルコールしてるところは一番物静かに言ってるし。青木お前その声で喋るんか。鳥海さんとオラブの三日月やってるしそっちのイメージに引っ張られる。才賀美月50。高岸美里は不明。鳥海康介50。沖合雄太郎54。チリちゃんちょっと低すぎるかな。関西弁のイントネーションに違和感があるのかもしれん。一番イメージ通りなのは八作さんかな。こんな声で生徒に語りかけてそう。チリちゃん、今年も夢女子ランキング連覇狙ってるだろ。ポピーちゃん思ってた方向性と違ったけどお上品ですげーで可愛い。関西弁はな、話者が多いだけに難しいんやろうな。青木、ポケマス白名の木花と同じという鳥海さんやん。ポケマスのようもサイガさんか。声聞いてなんならポケモンだと男キャラやってたりしないって思ったけど。青木さんは、ハキハキしすぎてて超違和感。チリちゃんは、予想より低かったけど、甲高い声の関西弁当てられるよりはだいぶマシなので、まあよしとする。チリちゃんゴリゴリの大阪弁で喋ってくれるのかと期待してたけど毎度だけでああそうでもないんだな、ってなっちゃった。このポピーちゃん、9歳らしさが出てる。チリちゃんの声は勝手にたところあずささんのイケメン声の時みたいな感じで想像してたから結構イメージ違った。小型井宮才賀美月系で若手はあまり思いつかない。桜屋根のかっこいい系は好きだけど。青木の声松重豊でイメージしてたから思ったより若い声でビビった。あの人今もう60だぞ。どう上に見積もっても青木40くらいだろ。声よりなぜ向こうを連れてるのかが気になるんだ。そのポジションならカラミンを連れてこい。まあ四天王戦でも先発で使うし。チリちゃん個人的には高くもなく低くもないキリッとした女性声ってイメージだったな。普段は割と高くて面接時とかマジモードの時だけ低くなるイメージだった。青木が思ったよりハキハキ喋ってると言っている人、もしかしたら青木だけ超近距離にマイクを置かれただけかもしれないよ。想像したら草。西洋がチリポピー50青木18作100だったのを編集して同じくらいにしてそうって思った。八三沖合雄太郎。コルさん中井和也。なんだこの強そうな組み合わせ。個人的に才賀さんはどっちかっていうと桃高さんのイメージだったから意外だったけど、これはこれで割とありだな。正直八作以外なんか違うな、になった。実際アニメで見たら印象変わるかもしれないけど。沖合の先生役とか間違いないんだよな。地獄先生ドラゴン先生。ポケスナの爽やか博士のイメージが強いから八三は意外だ。濁点つけて泣くのか。沖あゆさんめちゃくちゃ有名で有能な人だからそりゃまた選ばれるやろとは思ってたけど、ドラゴンタイプ使うキャラの声優になると沖あゆ雄太郎だろからほう、となる。個人的にはチリちゃんは中性的な声じゃなくてかっこいい女性声のイメージだったから違和感はあるけど、実際にアニメで動いて喋ると違和感なくなったりするからアニメで登場するの楽しみ。エセ関西人キャラというのもあるぞ。残りのジムリたちの声優も早く発表してくれや。チリちゃん、女性人気と見た目で決めた感ある。アカネちゃんはアニメでもマスでも関西出身の声優を起用してるからチリちゃんもそうして欲しかったという気持ちはわかる。八作さんは好評だね。個人的にポピーちゃんが一番合ってると感じた。本編で喋るの聞けばまた印象変わるかもしれんが、今んとこ想像通りなのは八作先生だけかな。チリちゃんは思ったより低くて男っぽいし、ポピーちゃんは思ったより幼くないし、青木さんは思ったより元気そうで、それぞれ微妙にイメージとズレがある。声優共演検索するとさすがというか、ポピー以外の組み合わせはめっちゃ出てくる。ゲームとはいろいろ違うだろうし、ゲームのイメージだと合わないけどアニメだと合うのかもしれない。発表された時イメージと違う。アニメ視聴や合うな、は結構経験ある。正直自分も想像と違うな。って思ってるけど、放送されてしばらくしたらなんだかんだ馴染むんだろうなって思ってる。楓さんも出たか。これはママだわ。個人的に三石琴乃さん楓さんみたいなおっとりなキャラ演じてるのあんま聞いたことないから、どんな感じになるのか想像つかないな。とりあえず楽しみ。これムシムシ旧つながりとか言われてて草だった。ゲームとアニメじゃ性格結構違う場合あるから、実際出てるとこ見ないと今のとこは合わないは言えない。サイガさんが X でコメント出してた。やっぱり賛否でかいキャラだってわかってるんだろうな。大変だ。
チリちゃんって小金弁っぽいとはいえ小金弁とか小金出身だと明言されてないしされてないよね。チリちゃんの出身地ではあのイントネーションなんだなって思った。自分が関西出身じゃないからこう思うのかな。方言で揉めるのを見るたび、現代日本じゃないんだし文字だと関西弁でイントネーションは東北弁みたいなキャラがいてもいいのではないかと思う。ポピー想像より大人びてるけど9歳ならこれくらいおしゃまな感じでもおかしくないな、と思ったけどそういやアニメでも9歳。リコロイ編ってトレーナーの10歳制限まだ適用されてたっけ？適用されてるならプラス1歳くらいにはなってたりするかもしれないのか。ポピーに何かを刺激される。こういう PV の一言二言だけのセリフってまだ声優さんも大まかにしかキャラ把握してなくて手探りで演じることあるから、演技の方向性はそこまで気にすることないと思う。もともとゲームやっててファンでした、とかでもない限り、実際に台本読んで演技指導受けてからが本番よ。青木、キラヨシカゲっぽいキャラだなと思ったらミスタの中の人だった。アニポケ声優マジで外れなしで素晴らしいキャスティング。ゲーム時空とアニポケ時空は別キャラとして創作してる人もいるし解釈違いだったらそうやって苦しまないように行こうぜ。